おいみなさんどうもエミティです。今日は雑談なんですけれども、ちょっと数学史的なというか、大学1年生に入ったら、必ず皆さんやる教養としての、イプシロンデルタ論法、解析と線形代数のお話ですね。で、今日はイプシロンデルタ論法のお話をちょっとしたいと思います。で、その前に、この、解析と線形代数、線形代数というのは、まあ、教養として皆さんやることになると思います、理工系だと。文系でもね、時々その経済学等では使うらしいので、微積分を未だにね。とはいえ、そんな難しいものを使うわけではないので、いわゆる理工系が習うような、 N 次元のもののももとかそういうういは使う必要がありませんえー、なので、えー、ま、文系の方だと、未だにそんなにね、あの、重宝されることはないかもしれませんけれども、理系の方だともうほとんどほとんどやらなくてはならないだろうと思います。で、エプシロンデルタ論法というのがどういうもので、どうして皆さんが苦しんでいるのか、まあ、エプシロンに泣くとかね、イプシロンデルタに泣くみたいな、マックスミニマムに泣くみたいな本があった気がしますけれども、ああいう、なんか、いい、いいのか悪いとかよくわかんないですけどね。ああいうタイトル付けられると僕は読むくなきすんですけど、まあ、こういう話を、できれば10分以内に抑えてやりたいんですが、この手の話はちょっと10分超えるかもしれませんね、と。 わけで、えー、こんなこと言ってる前に進めていきましょう。で、解析というものは。 え、高校数学でも一応やってることはやってるんですね。あれはオイラー的世界観でありまして、17世紀、まあいいとこ18世紀初頭までのお話、ギリギリなところですね。ちょうどこの狭間というところです。講師以前と講師以後というところがかなり大きなところだと思います。価値観としてはね。とはいえ、まあもうちょっと前から食い込むという意味ではダランベールとかそういうのも含んでくるわけですけれども、まあそこまでは含んでいません。そしてオイラーを完全に含む、時代的な含むと言っても、オイラーのやったいことを全てを高校数学で扱うわけにもいかないわけですよね。とはいえ、オイラーが考えていたような微積分とか、 概念というのは、まあ、う当時まだ関数概念というのも確立されていませんで、まあ、微積分というのも実は定積分の前に不定積分というものがむしろニュートン以来ずっと考えられていたわけですそういう意味では高校数学はその順番にのっとっているわけですねで定積分が不定積分何回より全然重要である探偵の値が重要であるそういう区間によって積分するということが重要であるということにきちんと気づいたのはフーリエ以降ということになっていきますまあその辺の話はまた次にましてそのちょうどは間まのことそういうことが問題契機となってようやく後ろに ロンデルタ論法という形式を僕たちが手に入れたのは講師以降だと言われていますね王牛さん類講師非常に優秀な方で、まあ、講師とかラプラスの話をするとまあ気があの気がじゃないやえっとこのいくらあっても足りないんでもうパッパ飛ばしていきますけど今回はイプシロンデルタ論法という解析のもう非常に重要な極限概念の基礎づけの基礎づけというところの話皆さんが苦しむところのその理由をお話ししたいと思いますまあ実はね何言ってるか初めで見るとよく分かんないと思うんですよ2のイプシロンに対してあるデルタがあって その例えば数列であればえ十分ある n があってそ,のそれより大きい2の n に対してえなんか an-α の,の絶対値がイプシロン未満で抑えられるとかまあ関数の極限であれば例えば x が a に近づくときの fx の極限っていうのは2のイプシロンに対してあるデルタがあって x-a がデルタ未満のとき a 絶対値がデルタ未満のとき fx- その極限値リミット l というのが f x l の絶対値がイプシロンより小さくなるみたいなそういうねあのなんか非常に今多分言っても何言ってるかよく分かんないと思うんですけどこういうようなまあほぼ呪文な ですよあの初めて聞くとね で、なぜこれが呪文に聞こえるかということなんです。で、じゃあ代わりになるものがあるかということが、まず考えつくんですけど、これがなかなか難しい。というのは2000年間ずっと極限概念とか運動学というのは避けられてきました。えー、それはギリシャ以降の、まあ、ある種性的な静かな、時を止めたような論理展開に対して、えー、ずっとそういうものがずっとスコラー、哲学をとか、ま、あそういう、うね、あの、歴史を踏んで、まあ、ようやく17世紀、16世紀、17世紀、18世紀になって運動という概念を、割合、極限とか無限とかいうものに対しての、 心をすべてさてて捨っ哲学的にはかなりいい加減なことをしながら獲得してきたのが僕たち科学とか、まあ、極限実数概念だったりするわけですそしてそれを物理とか科学に適用したのが近代合理主義の精神ということですよね。 で、イプシロンデータ論法というのは、その後の世界のことで、それまではずっと無限小みたいなものを無限小として捉えていたわけです。なので、そこについての哲学的な反論というのは、いわゆるニュートンに対するバークリーの反論と同じように幽霊学と、揶揄され、真数学という普遍数学というのは全然普遍ではない、単なるいい加減な論法であるというようなことだったわけですけど、ようやくそこに対して基礎づけを与える時代がコーシーまでやってきました。コーシーのそのモチベーションというのは、実は大学で教える立場になった時に、学生が全然分かってくれなくて、それに対して、 なんかね。あの紳士淑女からもう批判さと今今でいうクレームという感じですか？それが来てしまったので、もう怒ったぞというわけで、もうこれでわかんないならてめえらはみたいな感じで、もうそういうカリキュラムをいわゆる解析協定というものを考え出して、そこの中にイプションデルタ論法ということを考え、あの発明発明というかあの提起したわけです。で、まあ、それを受けたらプラスはって話をすると長くなるのでやめましてで。 ようやくその、なんもちろん講師が考え出したそのイプシロンデルタ論法が完璧であったかどうかはちょっとは微妙です。極限。 は、そのぐらいからかなり定式化されるわけですけど、あの、講師自身もちょっと間違って使ったりすることはあるんですね。というのは講師は連続的関数、に対してのみ考えていたので、ある種、なんか時家到着にはまっているところがないわけではありません。で、そういうことが本当に本格的になってくるのはディリクレの後の話、リーマンとかの話になってきて、連続でない関数に対しても、積分とか微分を考えるようになったあ、積分を考えるようになったのがリーマン以降で、そこからが現代的な話になるわけでそれまでの講師ぐらいの話を僕たちは、 イプシロンデルタ論法で学んでいるわけなんですね。原理的基礎付けの話として。じゃあ、そのイプシロンデルタ論法って中身何かっていうと、いわゆる三馬術なんです。それまでは、あこう無限小というのでわけわかんない、天性のまあ霊的感覚が鋭い人だけがわかったような、その、ある時はゼロである時は有限確定値でっていう風な扱いがもう嫌だということに対して、イプシロンデルタ論法はどういう風な解決を見せるかというと、2のイプシロンを勝手に与えてみなさい。例えば、ここに2人いるような感じがして、まあ、なんかイプシロンくれよってことですよね。イプシロンくれ。それに対して僕はデルタというものを 与えてやるそれより小さいものを取ればいいだろうという3う馬術的な形なんですテーゼとエイプシュロンがテーゼでアンチテーゼとしてのデルタを与えそこに対して何か議論をしていくというわけです、えー、非常に問答法な感じがするわけですねテーゼアンチテーゼそうするとじゃあ人定税は何かということになるわけですねこういう破産だ論法的なことになると、えー、そうなると人定税というのはこういう論法全体のことを言いますなのので, <laughs> で非常に嬉しいのは この議論が何か有限の話に収まっているような感覚が 18世紀にはあった。18世紀、19世紀にはあったんですね。これが非常な革命です。これが基礎付けとされた理由です。それまでは無限小どんなにこう分割していてもダメだし、まあ、あの、時にはゼロでっていう話だったわけですけれども、そういうなんか、ぬるぬるっとした世界観だったんですけど、それをやめることができたということがある種講師の得意だったというか、その時代精神だったわけです。無限とか無限小無限大無限小であったものが、有限の議論によって厳密化することができたという喜びがあったわけですね。で、 もちろんこれには、あの、落とし穴があるわけですね。現代からするとそんなことはないわけです。あのー、まあ、結論から、まあ、こういうことは、ここでバッていってしまうのはいいのかわかりませんが、とりあえず、イプシロンデルタ論法はそういう意味で非常に優れたものなんですが、それの問題点はどこかというと、わかりにくいのはなぜかというと、イプシロンというのが入力待ち状態だということなんですね。先ほどのテーゼとしてイプシロンを与えてくれよというところなんですけど、じゃあどういうイプシロンを与えるかというのを、こちらが、想起しているのは、実数とか、正の実数とか、正の、なんか、まあ、N 分の1 みたいな形式を考えているわけですどれぐらいでもちっちゃく取れるっていう意味ではねでもなんかねはい人間とかね適当に与えられたらそれは困っちゃうわけですということは何か範囲を指定してあげないとイプシロンに対してはいけないわけですそのユニバースの設定はじゃあ何かというとそれは実数全体であって実数って無限集合なんですよね で、入力待ち状態のその入力がどれぐらいの範囲を取れるか、そのユニバース全体集合がどこを取れるのかというところに無限性を閉じ込めているから、この議論のところに有限性の、見かけ上有限性の話だけで済んでいるという非常にうまい論法があります。これはいわゆる超限機能法みたいなことっちで、あの、トルの法題というのはある種有限性のような感じがするんですけど、その背後に無限を閉じ込めているというところがうまいわけです。それと同じで、イプシロンデルタ論法のうまいのは、その2のイプシロンという全体集合、その変 変数の方に無限性を押しし込めてしまったとということですね実際、イプシロンというのは無限個の値を取り入れるわけです。その変数というのはあ無限個の値を取り入れるわけですから、そこに無限の話があって叱るべきなんですけど、議論の方はそこだけ見れば有限の方に見えるということなんですね。で、これはある種、イプシロンデルタ論法というその人定税としてのこの枠組み、論理式というものがある種の条件なわけです。イプシロンという入力待ち状態ですから、これが何か命題関数的にその入力待ち状態の 命題だっていうふうに見ることもできるわけですね。そうするとその入力というのはその全体集合によるわけで、ある種関数的に見ているわけですね。で、関数というのも、それは一つの対象のように関数と言われば一つの何か fx っていうふうに f というふうに捉えるわけですけど、これだって本当はその取りうる変数を指定してあげないと決まらないわけで、そこに無限性が忍び込んでいるわけですが、関数は一つとして関数だと思っている、実在の対象だと思っているわけで、それと同じようにイプシロンデルタ論法というのも一つの論法で閉じたような世界、有限の世界のように見えるんですけど、実はその 最後に全ての無限というのを隠し、えー、通してしまう、隠してしまっているというところで、そこに無限性が隠れているんですね。というようなお話でございました。10分超えなくて良かったですね。本当はもっといろいろ話したかったことはたくさんあるわけです。ラプラスの話とかね、あの脇道に揃ローと思えば揃えることができます。話もそんなになんか二三回同じようなことを言って申し訳なかったんですけど、もしこのお話の中でもっと知りたいようなことがあればコメント欄になんかください。というわけで次線形代数のお話をしましょう。さよなら。<music>